けさん、チコちゃん、まさひろさん、あかえるさんちさん、これ何？に？二尺玉さん、金魚とこの星？星は何？これ星も花火かな。ありがとうございます、たくさん。さっきちょっと気づいたら寝とったソファーで。柴犬さん、朝香さん、ありがとうございます。なんだ、ある意味寝起きの顔、ある意味寝起きの顔です。そう、コンタクトを入れてないのでね、近くないとコメント見えん。ひろしさん、みんみんさん、ぽーぽーさん、なーらぶさん、これはたまやんかと一尺玉、ありがとうございます。すぐるさん、けんじさん、かわいいギフト、ありがとうございます。今日金曜日よね。なんか金曜日の感覚あんまないけど、土日曜日感覚がございません。ん、あ、ここで花火、チャレンジから花火をもらえるんか。そういうことね。星みたいなのは何なんやろ。花火上から降ってきてるこのタイプは何なんやろ。ボブさん、猫さん、めちゃきのこさん、りょうへいさん、なんか並ぶさん、たくさん、星、星、花火、星、ありがとうございます。でさ、なんか1週間以上経っとる感覚、そんな、なんか福岡から
まだ1週間経ってないって感覚じゃないかも。今週はいろいろ行ったりしたけんかな、なんかあれから1週間、ああ1週間かって感じ。なんかもう結構前には感じんけど、1週間以上経った感覚。関仙さん、浅香さん、ホタチ様さん、ゆうちゃん、一尺なんとか一尺玉、ありがとうございます。そう、もうめっちゃ前の感じ。まあいろいろ多分行ったり来たりしとるけん、1週間どころじゃなく感じるやろうけど。サインボールありがとうです。大事にしてください。取った人は、サインボール受け取った人は大事にしてください。そのボールを見るたびにちゃんと見えるところに置いて飾って、サインボールを見るたびに、あ、虫に刺されたかも、そのことを思い出して、気づいたら押すことになったりね、するんじゃないですか。もうそうなるように、そうなるようになってるんですよ。ちゃんスマイルさん、ありがとうございます。そういう運命。ボールを取ったってことはそういうこと、ボールを取ったってことはそういうことですよね。まだでも、もうこんな気づいたら8月も後半ということで、早い。ラジオ、まあ週一のラジオがあり、明後日はアットジャムがありってしていると、もうツアーの渋谷が来ますのでね。それが終わったらまたすぐクックパッド2日連続あります。で、来月は9日の花だれ屋と19日が課外活動が、振り替えの課外活動が
ありますね。東京もね、1公演なのでね、振り替えはチケットそのまま、ああ座席そのまま、良かったですね。そうね、東京、あ大阪、あそっか大阪が追加の方が、追加申し込みがあっとります。もう終わったんだっけ。一般か、今は。まあ、もし外れた人がいたら一般で、一般もしくはチケ戦で。ご応募できます。そう、クックパッドも受付中です。まだ千代さんの方も2人のやつもピリリ単体の方も ソロの方もどっちも受付中です。ひろみさん、関仙さん、ミミさん、中野さん、ありがとうございます。受付中です。で昨日も、昨日愛子と名古屋のご飯を食べて、でめっちゃもう二人とももうお腹いっぱいだねってなって、めっちゃお腹いっぱいやったけど、まあデザートは別腹でアイス食べたいってなって、ちょっと距離あったけどミニストップまで頑張って、そうしかも急に雨降り始めて、雨の中、まあ傘は差しとるけど、雨の中ミニストップに歩いたのに、そもうあの何ソフトクリームとかあのアイスはもう終わりましたって言われて、そうコンビニ24時間営業ならやってくれよって思いながら、そうないって言われたので、もうできないって言われたので諦めて、じ
じゃあカントリーマームアイスが食べたいなと思って至るコンビニに行ったけど売っておらず、締めのアイスは食べられませんでした。締めのアイス、夏はね毎日アイスを食べたくなる。いやさ、なんかそんな、なんか普段からっていうかコンビニとか、まあ、スーパーはまあ種類が多いけん食べたいやつあるけど、なんかあんまりそうコンビニとかに売ってあるアイスで食べたいと思うアイスあんまりなくて、普段はなくて、そうで最近食べたいと思って、しかも食べて美味しいと思った今の中の自分の中の流行りアイスはカントリーマンのアイスなのに、なんか売ってないよ。なんか関東とかさ、名古屋とか、なんか何遠征先のコンビニには出会えないんですよ。なんでか分からんけど、逆に広島ではどこでもある、どこでも見つかるけど。そう、他にね食べたいやつがこれって言ってなくて、最近はマカロンアイスも出てないし、これといった食べたいアイス見つからずって感じです。いや売り切れてるとかじゃないよね、なんかそもそもその店舗にないよね多分。あの何品名みたいな、あの品札みたいなやつすらないし、そうもうぎっちり他のアイスで埋まっとるけんね、多分もともと取り扱いされてないんですかね、わかりませんけど。最近マカロンアイスが全然出てない、なんで？カロンアイス、シャトレーゼに行けば多分マカロンアイスあるんやけどね。でもあのじゃがりこの海苔塩バターが出とる。そう名古屋で一昨日かな、一昨日見つけて食べて、あ久しぶりに海苔塩バター見つけたと思って、そしたら広島でも全然売っとった、多分この時期なんかな。そのシーズンで現れる味がある。手羽先味はもう買って食べました。ハッピーターンもね、ハッピーターンの手羽先味もね今日見つけてね、美味しかった、美味しゅうございました。
虫に刺された気がする。ハッピーターン美味しい。ハッピーターン結構好き。ちっちゃい頃からめっちゃ食べとったお菓子がじゃがりこ、カントリーマーム、ハッピーターン、オレオ。ちっちゃい頃オレオがめっちゃ好きで、オレオを牛乳に浸して、浸すっていうかまあつけて、でちょっとぐじゅってなった感じで、そう食べるオレオがめっちゃ好きやった。オレオ、ちっちゃい頃めっちゃ食べよった。今はもうちょっと甘いかもしれん。牛乳につけて食べるオレオがめっちゃ好き。普通に食べるオレオというよりは牛乳ありきのオレオ。そう、ちっちゃい頃めっちゃ食べよった。カントリーマームもね、あんまり今はもう食べんくなったんやけど、アイスはそう、ずっと今美味しい、ハマっとるけど、カントリーマームはちっちゃい頃めっちゃ食べとった。変わらず今もずっと食べてる。ずっと好き。もうずっと好きなのはじゃがりこ。やっぱそう、大人になるにつれてあんまり甘いお菓子を食べんくなってきおる気がする。なんかたまにカントリーマームとかそういうチョコクッキー系とか食べるけど、そういうのはさ、甘い系のお菓子とかはカフェに行った時とかしか食べんかも。なんかデザートは食べるけど、甘いお菓子、チョコクッキーみたいな、なんかそういうのあんまり食べん。お菓子を食べたいときはだいたいしょっぱい系、じゃがりこ、唐揚げ、ポテトとか。ハッピーターンがギリギリ、ギリギリライン。チョコレートとかあんま食べんかも。そう、ハッピーターンのあの子の増量、でもあるやんそういうやつ。コンビニにしか売ってないんかな、なんかあの増量のやつ。ハッピーコナが増量されとるやつ。さ、それ買うよ。でもそれを食べたら普通のハッピーターンのハッピーが足りんくなる。あのハッピーが足りなくなります。パウダー、ハッピーパウダー、この増量してあるやつを食べると普通のが物足りんく感じてしまう。キノコとタケノコで言うとタケノコ派です。あのタケノコの生地が好き。あのサクみたいな、今アイスが食べたい。でもちょっと買いに行くのがめんどくさい。ちょっと今日広島帰ってきてからは家から一歩も出てない。見れてなかったドラマを TVer で見たりとか、見れてなかった YouTube 見たりとか、してお菓子食べたりとかしながら、あまり
ちょっと何言おうとしたか忘れた。とりあえず家出てない。あ、そう、何、あんまり家から一歩も出ない日みたいなのないけど、サラは昨日愛子にも言われた。なんか体力あるねって言われた。そう、体力あるよねって言われた。さあ休日に何もせずに一日ずっとゴロゴロ家におったりすると、そんなへなんか幸せを感じないんですよ。そう、外に出てちゃん太陽浴びて、あのカフェ行ったりとか、その友達とかメンバーとか家族とか誰かしらとご飯行ったりとか、まあ普通にお出かけしたりとかしてる方が幸せを感じるんですけど、割となんか STU はなんか休みの日何もしないみたいな、一日ゴロゴロするみたいな人結構多いけど、 それはさらあんまりやらない。今日はでも今日というか最近はこの休みが貴重やけん、そう休み、まあ、今日は名古屋から帰ってくる日そうになったけん、急遽そう休みみたいな感じやったけん、最近はもうそういう日が貴重なので、もう家から出ずにゴロゴロしていたけど、もしていたけど、そうしかもね、本当にね、日中外に今出るとさ暑すぎて、そう暑すぎて、この前何の時かな、もうびっくりしたもん、なんかこんなに外が暑いと思って、めっちゃびっくりした。それがちょっと嫌なので、私今日はもうオフって感じ。ショールームもできたらやろうっていう感じで生きてた。広島ではおとなしくしとこうかなみたいな感じ。そう、広島ではおとなしくしとこうかなって感じ。もうカフェもだいぶ行き尽くしたし。そう、だいぶもう広島のカフェは本当に結構もう行き尽くした説あるので、そうそうそう、無理には出ていかない。もう広島ではもうおとなしくしとく。でも沖さんがご飯行こうって昨日そう言ってくれました。なんだかんだ2人では行ったことないんかな、2人きりではないかな、多分。そう、行こうっていう話でした。行きましょうやーってね。2人ではない気がする。大木さん宗駅と3人で行ったことあるけど、何のメンバーって感じやけど。そう、どういうメンツって感じではあるけど、そう、沖先輩おごりかな、知らん、それは。それは知らんけど、そう、普通にご飯行こうって言ってくれたので行こうと思う。そう、カフェにも行こうって言っとるけど、まあ割とね、まあ、最近夏ずっと忙しいけん行けれないんですけど、
そう、昨日急に私のことをチャートリのインスタ載せてやって言ってきて、嫌ですよって言ったら、なんでみたいな、いいや載せてよみたいな言ってきて、嫌だってだってマイカーだもんって言ったら、みちさんが隣から逆になんで乗れると思ったんってそう言っとった大木さんに。で大木さんはサラのインスタにもなんか私のことインスタのストーリー載せてよみたいな言ってきて、めんどくさい友達みたいなこと言うけど載せてよって言われて、あそれはまあまあそれは載せますよと思って、それは撮って載せて、でその後にチャートリーのことも言ってきて、でやだって言ったらマイカーだからやだって言ったら、じゃあひなさんを撮ってひなさんの背景で載せてって言われて、そうひなさんを撮って、ひなさんを撮っているけど背景に乗りたかった大木さんっていうのを載せましたなんで乗りたかったのかちょっとよくわからんけど、竹まつるさん星ありがとうございます。乗りたがり、そうカフェ行こうよって話はしたよ、カフェ行こうよ、普通にご飯も行こうよって話はしました。行きます。おしゃカフェ、おしゃカフェね、本当いつ行けるかなって感じ。9月になったらちょっと落ち着くかな、分からんけど、まだ予定はちょっと予定は未定なんだっけこれ、予定は未定、そう予定は未定なんですよ、予定は未定なんで、わかりませんけど、早く秋になってほしいもう早く秋、もういやそうご飯とかはもう夏でももちろん全然いいけど、やっぱあの旅行というかお出かけ旅ってなったら、もうやっぱ今はもう暑すぎてちょっとさらはテーマパークとか行けたもんじゃないので、ピューロランドは室内やったけん行けたけど、そうもう行けたもんじゃないので、本当にく秋になっていただきたい。めちゃきのこさん金魚ありがとうございます。そう田中美穂とアーナちゃんと3人で
そうまたユニバに行こうっていう話をしとって、そう去年行った時もちょうど秋9月に行ったんかな多分去年も。そうあの時は本当になんかもう何の何湿気もなければ多分なかった湿気もなければ暑さもなければ寒さも暑くも寒くもなかったけん、そうめっちゃ良かったよね。そうやけんね、行きたい早く。あと去年の神戸コレクションのショールームイベントの時かなんかの時にアリちゃんとあの JTB かななんかの旅行券をもらったので、あのイベントの時のやつで その旅行券、でも旅行券はまあ期限と当分ないんよ、ないようなもんやけん別に急いで使う必要はないけど、去年の秋もなんだかんだ行けなかったので、そう今年の秋どっか行きたいんやけどね。そう旅行券使いたい。そう京都とか行きたいよねって話をそうしてる。なんかのどうせならあの着物着れる時期、着物着て行ける時期がいいよねとかっていう話をしたりとかもしてはいるんですけど、まだ使ってないよ。だって旅行行ってないもん。期限ないようなもんなんですよ。最近全然そんな焦って使う必要はないけど、まあ行くなら秋か春なので、そう秋の京都めっちゃ良くない？そう嵐山に行きたい。そうさらになんか京都はなんだかんだ修学旅行でしか行ったことなくて、あの頃は京都の良さなんて感じれなかったからそうちっちゃい頃ってさ感じれんやん、なんかそういう和というかさ、ああいう良さってなんか感じれんけんさ、そうちょっと違う視点で行きたい。まあ別に金閣寺とかに行きたいかって言われたら別にそういうわけではないんやけど、そう嵐山とか行きたい。ああいうね食べ歩きスポット好きなんよね。福岡の太宰府天満宮、太宰府の食べ歩きはまあまあ福岡行け何回も行ったことあるし、であの湘南やっけ、あの鎌倉と別であの坂のとこタコ船みたいなやつがあるとこ、あそこなんやっけ湘南、そうあそこも行けたし鎌倉も行けたしってなったらやっぱ嵐山やろって感じ。しかも京都ってさイベントとかでもまあなかなか行くことないけん、そう京都はまだ未開拓って感じ。でも沖縄もいいかもしれんでも夏に行けって感じよね、沖縄行くなら。そう沖縄もちょっとありかもしれんけど、
海道でも何したらいいかわからん、行って広すぎてさ行って何したらいいかわからん。沖縄のなんかあのアメリカンビレッジアメリカンビレッジやっけ、だからあの辺とかもさ、なんか夏の服の方が合うやん、写真を撮るにしても。やけん沖縄はまあ暑さを耐えて夏に行く方が、まあ秋やったらいいかもしれんけど、いやどうなんやろ。まあでもね、そう、とかっていうねことも考えている。ただ予定は未定、仕事の予定は未定なので分かりませんけど。沖縄の暑さ本州とかから、まあ確かにね、もう今はどこも暑いんでね、変わらんかもしれん。湿気はやだな、湿気はやだな。どこがいいんやろうね。観光スポット、普通に韓国も行きたい韓国も行きたい、韓国も行きたいです。日本外、そう、韓国はリンコにめっちゃ行こうよって言われるけど、でもリンコと行くのはちょっと不安でしかない。どうなんやろね、その旅行券が使えるかどうかはちょっと知らんけど、まあそれは置いといて、別に普通に韓国も行きたい。プランとかを考えるのは全然いいんやけど、それは全然いいんやけど、あの行ってからも不安じゃない、なんかもう自分が絶対的にしっかりしないとってなる。田中美穂とも韓国の話しちょって、田中美穂ならなんかまだなんかちょっと安心があるけど、リンコとかアリちゃんと初めて行くのは不安だな。サラが知っとる場所やったら全然行けるけど、初めて行くのはちょっと不安ですね。まずは日本じゃないとね。
これはどこ？北海道ね。北海道食べ物いいよね。食べ物と自然とっていいイメージはめっちゃある。でもまあ京都はねずっと行きたい気持ちあるよね。京都は どうせならあんまり仕事とかで行く機会がない場所に行きたい。って思うし、北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、埼玉、千葉、東京はまあ割といけるし、神奈川、新潟、富山、石川、福井、山梨長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、まあ九州はね割とさら行ったことあるけどね。ってなったらやっぱ京都はいいですね。52分だ。観光っていうか、まあ旅行、観光スポット的に言うとどこが一番あるんやろ。観光となるとどこが一番ね楽しいんかな。北海道ね。北海道でも北海道はさ広すぎてさ。
なんか結構さ、韓国のさ、プサンに行くかなんとかに行くかみたいな感じでさと同じぐらいさ決めていかんといけん感じがする。広すぎて。抹茶好きじゃない。まあね、どうせならせっかく行くなら映えスポット行きたいけど。そう、広すぎて北海道は。やっぱまずは京都かなって思う。最近ね、YouTuber の人とか結構海外に行き始めている人、行っとる人多くて、そういうの見たら いいなーってなる。知らない、まだ行ったことのない、知らないところにって感じ。やば、もう57分だ。いや、海外は行きたいけど、ちょっとまだ早い。仕事で行きたい。仕事で連れてってください。よろしくお願いしますって感じ。行ってきますで、千代さんとかチャートリーメンバーと行きたいですって感じ。58分になったのでランキングを読みたいと思います。48位熊高さん、24位えんちゃん、13位島内さん、12位 MJ さん、11位みみさん、10位えんちゃん、9位浅香さん、8位竹まつるさん、7位良平さん、
6位柴犬さん、5位ピロシさん、4位ケンジさん、3位ゆうちゃん、2位赤色サンタさん、1位ナーラブさん、ありがとうございました。はい、てなわけで終わりたいと思います。それでは終わります。ありがとうございました。明日は何時に配信するか、配信するかしないか何も分かりませんバイバイ。これがね意外と長いんで、もう手振るのやめます。さよなら、バイバイ。